武野ノ次郎は、朝日放送テレビの社員で、元アナウンサー及びディレクター。2018年6月15日からは、朝日新聞社総合プロデュース室のデジタル推進チームへ出向している。埼玉県入間市出身。法政大学第一高等学校、法政大学文学部史学科卒業。小学4年生の時にリトルリーグに入団し、高校時代から当主を務めていた。 大学時代には法政大学野球部に所属。プロ野球選手の大引池刑事は法政大学野球部の同期生である。また、大学時代には法政大学自身マスコミ講座を受講していた。大学卒業時の学位授与式では自身マスコミ講座の同期生である名古屋良子と共に司会を務めた。大学卒業後の2007年4月にアナウンサーとして 堀由里子と共に朝日放送へ入社。スポーツ番組を主に担当した。2009年4月にスポーツ部へ移動してからは、スポーツ番組のディレクターとして活動。移動後にも不定期で、ABC ラジオのサッカー番組、FC オフサイドトークなどに取材報告で出演することがあった。2013年4月からは、朝日放送東京支社のテレビ営業部に在籍。 2018年4月の朝日放送グループ再編に伴って新会社の一つである朝日放送テレビへ転籍した。同年6月から朝日新聞社との総合人事交流の一環で同社総合プロデュース室のデジタル推進チームへ出向中。身長180センチメートル。血液型 B 型。双子の兄がいる。ありがとうございます。